それでは帝国2時となりましたので千人ロックアコースティック演奏開始とさせていただきます。ここからの進行は実行委員長の唐沢純一郎にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。皆様、本日は千人ロックアコースティックにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。3年ぶりの現地開催となるこの千人ロック、人数はいつもより少ないですが、いつもとは違う特別な千人ロックにしたいという思いから、こういった開催とさせていただきました。今年しか体験できない千人ロックを参加される方はもちろんですが、演奏を聴いていただく皆さんもぜひゆったりと過ごしていただければと思います。申し遅れました。私、千人ロック実行委員会の唐沢と申します。短い間ですがよろしくお願いします。演奏前に少し、案内させていただきます。リハーサルの際にも言いましたが、演奏中万が一、体調が優れない方は遠慮なくおっしゃってください。演奏が止まるようなことあっても、また演奏を初めからやり直したいと思いますので、安全優先でお願いします。もし周りの方、気づかれることあったら、ぜひ助け合ってください。また、この後演奏本番、周りの、ご自分の位置にいらっしゃる限りは、マスクを外したい方は外していただいて大丈夫です。で、ただその際の反応は、拍手や、楽器本体を叩くなどで、リアクションしていただければと思います。また、リハーサルの際にも何度か言いましたが、演奏の向きは、必ず向こうの斜面側、演奏を聴いていただいている方がいる側を向いていただくようお願いします。それでは千人ロック開始したいと思います。よろしくお願いします。では、皆さんご自分の位置にいらっしゃることを確認した上で、マスクを外される方は、ご準備お願いします。それではこの後短い時間ではありますが、一緒に演奏するお近くのバンドメンバーの方とエアハイタッチを、改めてお願いします。ではこの千人ロックアコースティックバンドメンバーを紹介いたします。千人ロックアコースティックボーカルの皆さんです。千人ロックアコースティックパーカッションの皆さんです。千人ロックアコースティックベーシストの皆さんです。最後になります。千人ロックアコースティックギタリストの皆さんです。それでは皆さん、演奏前のチューニングをお願いします。お願いします。
2017年にビーブルドリーミン、そして2018年にノーニューヨークオンリーユーを演奏したボーイの楽曲クラウディーハートでした。引き続き、お聴きいただくのは2019年に終わらない歌リンダリンダを演奏した、ザ・ブルーハーツで青空です。
Thank you.